偽ブランド品で物議を醸した YouTuber 兼インフルエンサーの孫次也の近況が伝えられた。元芸能部記者で YouTuber の偉人穂は20日、YouTube チャンネル芸能裏大統領偉人穂に涙でスケジュール強行。フリージア衝撃の近況というタイトルの映像を掲載した。この日、偉人穂は騒動の中でもフリージアが正常にスケジュールを消化している。実際、フリージアは騒動が起きた翌日もマガジン撮影を行った。確認したところ、目をしゅらしたまま撮影現場に現れたというと伝えた。また、現場の関係者らは騒動があまりにも大きくなり、撮影をキャンセルすると思っていたが、それでも現場に現れた。最低限の責任感はあるようだと伝えてきたと付け加えた。偉人穂はこの騒動が大きくなったことについて、フリージア個人に対する失望感、大衆を欺いたことに対する怒りが根底にあると自身の考えを明かした。最近、オンライン上では孫次也がネットフリックスの恋愛リアリティショー脱出を独り占めや YouTube チャンネルフリージアの映像などで、偽物のバッグや服などを着用していたという疑惑が浮上した。孫次也はインスタグラムに自筆の謝罪文を掲載し、ご指摘くださった偽物論争は一部事実だ。申し訳ないと謝罪した。これにより、来たる29日に予定されていた孫次也の MBC バラエテ全知的を切開視点の放送文は全て編集された。動物虐待疑惑のドラマテジョン・イ・バンウォン主演の俳優チュサンウク、公式 SNS に抗議殺到。多くのネットユーザーが擁護している。俳優の過ちがないだけでなく、該当のシーンにイバンウォンは出てこない。主役という理由で攻撃しても馬は生き返らない。制作陣や監督に言うべき。撮影に使われた馬が死ぬという事態に。KBS テジョン・イバンウォン側、落馬シーン登場の7話再視聴を中止。問題のシーンでは馬の足にワイヤーを結んで撮影し、動物保護の数団体から告発を受けている。アイズワン出身の宮脇桜&チェウォン、HYBE 参加ソスミュージックからガールズグループレセラフィムとして今年初めにデビューか。